よし、はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。さっきのに引き続き、今度は飲むヨーグルト、明治ブルガリア飲むヨーグルトプレーンツノンと、この麹のお乳を混ぜてやってみます。さっきのその豆乳、豆乳と食べるタイプのを混ぜてみたけど、まあ実際完全にこう溶けるっていうようなことがねみたいで、混ぜては見るけど、完全にこう溶けてねえなってしまうってことはないみたいです。で、味はどうかっつうと、麹のお乳のこの食べるタイプに比べるとやっぱりプレーンなもんで、それ自体かなり酸っぱみが強いです。酸っぱみが強いのと、麹のお乳のなんだろう、甘い部分が最後にこう口の中に入っていって、まあいい感じでちょうどいい甘酸っぱさが口に広がって、食べ応えがあるというようなそんな感じもしますけど、ただこっちはまあ米から作られとるもんで、原材料で米、原材料は米と米麹、見えるかな、米と米麹って書いてありますし、こっちはまあ動物性のその、原材料名、まず第一に最初のとこに乳製品とかつって書いてあるもんで、まあ牛の乳だと思うんですけども、まあ動物から取ったもんと植物っていうか穀物っていうか米から作ったものをまあ混ぜて一緒に体に入れる、日本人にこれがいい、動物のもんを体に入れるのはようねっていう人もおったみたいですが、どういうことになるか、まあその辺は細けいことはようわかりませんが、さっきの豆乳よりはよう溶けるみたいで、そういう意味では飲みやすい、食べやすいです。はい、ということでこういうのを続けてみていくと結構夏バテもせんで秋冬と迎えられるんじゃねえかなと思いますが、どうぞ。米だけで作ったやつ、米と麹から作った麹のお乳、飲むタイプと食べるタイプがありますが、やってみてください。これから涼しいなってきて、まあ、まだまだ夏バテ気抜くことはできません。皆さん注意してこれからも元気に毎日お過ごしください。こちらも膝が痛うて立ち関係も、まあ、頑張りましょう。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。